皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。正月に1本動画を出してからほぼ1ヶ月経ってしまったわけなんですけれども、正月明けの化石の体験発掘、まあ、一発目の体験発掘に行った後だったんですけれども、ちょっと、熱をこじらせまして、39度の熱を出しまして、まあ、熱自体はその日のうちに下がったんですけれども、その後数日間ちょっと喉が、まあ、扁桃が腫れまして、もうこの耳の下のリンパとか首のリンパがこう完全にパンパンに腫れ上がっちゃいまして、ちょっと苦しい時期がありまして、でそれはまあ1週間ほどで、なんとかなったんですけれども、その後今度それまで出なかった咳が出たり、それからそれが終わった後でそれが収まったなと思ってたらば、またちょっと喉のなんか違和感がずっと2週間ぐらい続いて、まあ、結局1月中は他にもまあ仕事がなんだかんだ忙しかったりして、まあ、動画と、まあ、撮ったというか、まあ、素材的に撮ってる動画はあったんですけれども、まあ、ちょっと編集してる時間が取れなかったもんで、ちょっと1ヶ月経ってしまったんですけれども、まあ、今回の動画からですね、また新しい動画をどんどん上げていきたいなと思っています。はい、で今回の動画はですね、ちょっとレトロゲームの購入品の紹介なんですけれども、それがこちらです。ドンと、はい、トミーのレッドミサイルという、これはですね、去年紹介した、まあ、同じトミーの映画を題材にした電子ゲームのトロンというのがあったわけなんですけれども、まあ電子ゲームというよりもこれは、まあ、いわゆるエレメカの部類に入るかなと思うんですね。トロンは一応あの LSI ゲームで、スコアのカウントとかが、まあ、一応デジタルカウントになってたと思うんですけれど、こちらのゲームはですね、全ての動作が、まあ、機械的に、まあ、機械がこう物理的に動いて、ゲームを行うものになるものなんで、まあ、分類で言うと、まあ、そのビデオゲームの対極にある、まあ、そのエレメカと言われる、まあ、よくあのゲーセンというよりは駄菓子屋さんの店頭の中にあるような、こうレバーを弾いたりボタンをこう、ね、押して動くようなゲームがいろいろあったかなと思うんですけど、まあ、あれをねちょっとこう手の両手でこう持てるくらいのサイズにしたものなんですね。まあ、とりあえずこれ箱を開けてみましょうか。はい、箱を開けますと、まあ、このように、ゲーム機の本体が入ってるんですけれども、はい、こんな感じになりますね。まあ、パッと見、こちら、なんとなくあのオシロスコープの機械みたいな感じに見えるかなと思うんですけれども、これがですね、ゲームの内容はと言いますと、箱のここに書いてあるんですけれども、敵機に狙いを定めてミサイルを発射、ダイヤル操作で軌道修正して敵機を追跡し、命中すると赤い炎に包まれて爆発しますというふうになってるんですけれども、まあ、まあ言葉で言っても、まあ、なんとなく分かんないかなと思うんで、まあ、実際にちょっと動かしてみたいなと思います。はいはい、でこの本体のここにオンオフスイッチがあるんですけれども、まあ、この本体はですね、単に乾電池2本で、動くものになります。で、ここのスイッチを入れますと、はい、ちょっと音がうるさいかなと思うんですけれども、まあ、エレメカというのもね、まあ、さっきも言いましたけれども、機械的に動いてゲームが成立するものなので、実はこの中でですね、いろいろ機械が、ギアをかませて動いています。はい。だもんでこういうちょっとね、ガーって音が、してますけれども、まあさっき言ったようにですね、このゲームのルールで言うと、敵機に狙いを定めるというのはですね、まずここに、なんかありますけれども、
ここにあるのがミサイルの発射台になりまして、でこの辺に、飛行機が見えてますけども、これがまあ敵機ですよね。でちょっとこっちに、ちょっと端の方に行っちゃってるんですけども、これがまた上の方の敵で、ここからミサイルを発射してこの敵機の絵にぶつけると、さっき言ったように、赤い炎に包まれて爆発しますというものなんですけれども、まずここのダイヤですね、これをこう右左動かしますと、このように発射台が移動します。はい、でここにあるファイアボタン、これで、ミサイルを発射するんですけれども、で今ちょっと止まっちゃってるんですが、ここに実はタイマーがあります。ここの、S からスタートして F、まあ、フィニッシュだと思うんですけど、スタートからフィニッシュまでこの針にぐるっと回ると、一応それで、1ゲーム終わりという感じかなと思うんですね。で本体のこの右下に、スコアのカウンターがあります。これら全てがですね、まあ、電子専用ではなくて、非常に機械的にいろいろ組み合わさって、ゲームが成立しているというゲーム機になりますね。はい、じゃあですね、これタイマーを F の位置から S の位置にちょっと動かします。するとまたゲームが自動的に始まりますので、はい、そしたらこの発射台を動かしてミサイルを発射します。わかりましたね。でですね、このゲーム機、今、ミサイルが当たった時ですね、その時は、自動的にこのミサイルの中で動いているメカがこっちの下に戻って、また初期位置に戻るんですけれども、ちょっとねそのメカが不具合を起こしているみたいなんですよ。なのでちょっと本体を傾けると、初期位置に戻るみたいですね。おっと、タイムが終わりましたね。もう一回。また上に行っちゃってるんで、ちょっと本体を傾けると、はい。で、また狙いを定めて撃ちます。で、また外れました。ちょっと。はい、こういう感じで当たりますよね。こう敵に、当たったときは、やっぱ綺麗にこう下にこう戻ってくるんですけど、この弾が完全にすり抜けて向こうまで行っちゃった時に、初期位置に戻らないと、はい、ですね。でまあ映像にはほとんど映ってませんでしたけども、さっき、こう当たったことによってここのスコアカウンターが上がってますね。でこのゲームのスコア的にはこの手前よりも当然この遠くの敵に当てた方が得点は高いということですね。はい、でこの不具合が何で起きるのかなと思って、ちょっと本体をですね、事前にちょっと分解してみ、たんですけれども、この、中を見ていただくと、2本棒が走ってまして、それにちょっと針金がぐるぐるぐるってこう巻きついてると思うんですけれども、最初にミサイルのファイアボタンを押すと、そのミサイルの、まあ、ランプなんですけどね、このランプがずっと奥の方に移動して、で、その敵機に当たれば、そこから手前にこう自動で戻ってくるんですけど、敵機に当たらずに奥まで行っちゃった時にこっちに戻ってこないと、
いうところで何が原因なのかなと思ったらば、よく見るとですね、この真ん中のところに、白いちょっとなんか縦棒みたいなやつが、向こうにこう向かっていくときは右側にこう傾いてて、戻ってくるときは左側に傾いてこっちに来ると。でこう真ん中に仕切りのような黒いレールがあるんですけれども、この、レールを、右側に棒がこう傾いた状態で前進していって、で敵に当たんないで奥まで行ったときは自動的にこう左側に傾いてそれで戻ってくるというところなんでしょうけれども、どうやらこの、白い縦棒のところについてるこう右みたいな板があるんですけれども、これがですね、もしかすると摩耗してるか滑ってるかで、このミサイルの行ったり戻ったりの機構がちょっとうまくいかないと。でさっき、まあ、プレイしてる時にやったみたいにこう本体をちょっとこう傾けるとこの、板がその針金にこう噛んでこうこっちに戻ってくるという状態なんですけど、まあ一応ですね、ゲームとしてはできないことはない、まあ、ちょっと本体を、ね、軽く傾ければ全然動作問題ない状態なんですけれども、でですね、このゲームにはですね、まあ、姉妹機といいますか、この筐体を使ってまたちょっと違ったゲームをできるものがあったんですけれども、レッドミサイルスペースアタックというものがあって、そちらはですね、このキャラクターがですね、ここが戦闘機になって、こっちが、エイリアンのマークになって、まあ、一番上にこう UFO があって、まあ、わかりますよね、インベーダーのようなゲームに差し替えられているものもあったわけなんですけれども、まあこれ、1000円だったんですけれどもね、まあ一応、まあ、若干の不具合はありますけれども、まあゲームは一応できるということで、まあまあいい買い物だったかなと思うんですけれども、その不具合ですね、中の不具合はですね、まあちょっと後で直してみたいかなと思います。はい、というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。